ショート完了ある程度に正解の中島です。今回は蹴りから突き、タイミングが合わないのでどうしたらいいかという質問を受けました。お答えしたいと思います。蹴りから突きですが、この蹴った後の距離に合わせてその次の突き方を変えないといけません。行ってみたいと思います。圭先生に相手になってもらって行いたいと思います。相手との間合いが遠い場合で行いたいと思います。蹴った時、相手との距離がある場合、引き足を引いてから技を出してください。引き足を取る理由、他にもありますが、この場合は引いた時に後ろ足に体重を乗せるイメージにしてください。そうしないと次の攻撃技飛び込めませんので、その体重を乗せていくという意味があります。気をつけるポイントとしては、蹴った時後ろに反らないということです。次に技を出しますので、しっかり相手に行く姿勢を持って少し体重を乗せます。そして次の技を出してください。次に蹴り足が相手に届いている場合を行いたいと思います。蹴ってこのような形で足が降りると同時に突き込んでいるような形となります。蹴った時足が届いている場合は、このまま相手の技が飛んでくる可能性がありますので、足を引いている時または下ろす時にもう手が出ているような形となります。でこの蹴りから突きは一瞬です。一瞬で突きをどうしたらいいか、体の使い方をどうしたらいいか決めないといけません。そこが難しいところです。練習を重ねてできるようになってください。